1986年に発表されたこの曲は、川の流れのように満つる美空ひばりさんの名曲と言われている作品です。美空ひばりさんは昭和の歌姫として歌謡界に君臨し、女性として初の国民栄誉賞を受賞しました。それでは愛さんさん、お聴きください。